ベトコと、アントニオ・アルベルト・バストス・ピンパレルは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。リスボンに生まれたベトは、地元のスポルティング CP の下部組織を経て、B チームでキャリアを開始した。B チームで、政治系としてプレーするも、トップチームには1シーズン、しかも、第 3G 系として一度登録されただけに終わった。 近隣のカサピア ACA の太陽で1シーズン過ごした後、2004年6月に放出された。1シーズンごとに GD シャベス、FC マルコと2部のクラブで過ごした後、2006から07シーズンにレーションイス SC へ移籍し、ほとんどの試合に出場。スーペルリーが復帰に貢献した。2008から09シーズン終了前の2009年3月に、 同リーグの競合 FC ポルトと移籍金75万ユーロ、6月17日から4年契約を締結したが、2シーズンの在籍での出場機会のほとんどが、国内カップ戦とブラジル代表エウトンの控えという立ち位置だった。しかし、2011年5月11日にリスボンで行われたビトーリア SC とのカップ戦決勝戦では、2から2の同点に追いつかれる中、 さらに PK を許す非常に苦しい場面で見事に防ぐ、活躍を見せ優勝に貢献。三冠達成の偉業に一役買った。2011年夏に、ルーマニア一部王者の CFR クルジュへ、退与されると、すぐさま政治意見の座をつかみ7試合を除く、全試合に出場しリーグ優勝に貢献した。翌年夏に、ポルトガルへ戻り、7月13日に、 ポルトから SC ブラガへ2年契約で移籍したことが発表された。ブラガでは同胞で昨シーズンの守護神キムとのポジション争いを制し、開幕戦から政治系を務めていた。 2013年1月29日、イケルカシージャスの長期離脱に伴ってレアルマドリードへ移籍したディエゴロペスの後釜として、スペイン一部のセビージャ FC に完全移籍のオプション付きで対応された。アンドレス・パロップの怪我により、加入してから1日後に行われたアトレティコ・マドリードとのコパデルレイ準決勝第一戦で、公式戦初出場。 同試合はカードが乱れ飛び、残り時間8分で味方側は9人しか残らない、非常に激しいものだった。2月3日のラーよバジェカーの戦で、リーグ戦初出場を飾った。2009年6月10日にエストニアとの親善試合で、ポルトガル代表初出場を飾った。ポルトで2009の10シーズン最終節に、先発出場後の2010年5月10日に、 カルロス・ケイロス監督の下で2010フィファワールドカップのメンバーに選出された。しかし、全4試合をエドワルドが務めたことで、出番は訪れず、W 杯後にルイ・パトリシオが対頭したことで、UEFA ユーロ2 0 1 2は3番手に甘んじた。ありがとうございます。